はいどうも、ハンシェルオーチャンネルです。今日はですね、先日行われた向こうずの試合の映像をお伝えしていきます。まあ試合の映像といってもちょっと自分の打席だけを振り返っていくんですけど、最近結構打撃フォームを、いじったりしていまして、昨日の動画でアップしたその刀ウンタースイングを使って、少し今まではトップからこういう感じで、ラインに入れようとはしてたんですけど、ちょっとこの後ろのこの部分を作れてなかったので、これから流れる試合の映像では少しそこを意識してやりました。ただ練習とかではできても、やっぱりこう試合になってくるとちょっとまだ完璧にできてないんですけど、とりあえずこの前行われた試合の映像をご覧ください。というわけで打席の映像を見てもらったんですけど、今日の動画のピッチャーの場合は、まっすぐがちょっと横から投げてくる感じの、こういうストレート、ちょっと上がってくるようなサイドスローのピッチャーで、カーブとスライダーチェンジアップですかね、がありました。自分的には強く振るというか、当てに行ったスイングじゃなくて、なるべく自分の形で、そんなに悪くもなく良くもなくといった感じですかね。ポップフライは正直、軟式の場合は、ちょっとしたこの本当に少しの差だと思うんですけど、やっぱりこう当てに行った、最後の打席は当てに行ったんですけど、その前の3つの打席っていうのは、そんなにこう当てに行った感じなかったので、今後も続けていこうかなと思います。この映像の日の2試合目に、一応ホームランを打ったんですけど、その時の映像もありますので、そちらをご覧ください。ホームランコースですよ、ホームランコース。というわけで今日は試合の映像をご覧いただきました。試合は2試合とも負けてしまったんですけど、ちょっとまだ向こうずの方も、月1活動でそのチーム力としてはまだまだ全然だと思うんですけど、そのいろんな方が、毎回新しい人たちが参加してくれて、野球の楽しさっていうのをみんなで共有できればいいかなと思います。本当に自分もここ最近行けてなくて、久々に行ったら初めて会う人がたくさんいて、ちょっとびっくりしたので、その毎回毎回人が変わるっていうのも
まあ、ある意味面白いかなと思います。その強いチーム作りっていうのも大事だと思うんですけど、その誰でも参加できるような、本当に小学生中学生から大人まで参加できるようなチームっていうのは本当にあんまりないと思うんで、今後も続けていこうと思います。まあ、自分もなるべく参加できるときは参加していこうと思うので、もし皆さん参加したいなと思う方はお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はムコーズの試合の映像をお伝えしました。また試合の映像も今後上げていこうと思うので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日の走ろうチャンネルは以上です。あるし、はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはウィルソンの軟式用グローブ、こちら一色のグローブで小さめのグローブとなっております。補給面が広いグローブで二遊間のプレイヤーにおすすめです。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら Z の限定手袋 M サイズになります。こちらの2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。よいしょ。ありがとう。